Hey, what's up? レイニーです。ズボラ英会話へようこそ。ここでは文法と聞いただけで頭が痛くなる英会話スクールなんてとんでもない。でも海外旅行は行ってみたいし、英語だって少しは話せるようになってみたいなんていう調子のいいあなたのために、簡単ズボラ英会話を教えましょう。覚える言葉は3つだけ。今回はこちら、 To どこどこ please。タクシーに乗って目的地を伝えるにはこのフレーズで OK。 例えばウェスティンホテルまでお願いしますだったら To Westin Hotel please。 それでは質問です。渋谷駅までお願いしますだったらどうなるでしょうか。To 渋谷 station please。 それとかあと地図を指さしながらここまでお願いしますだったら To here please などなど、使い道はいろいろありますが簡単、 To どこどこ please、 ぜひ覚えて使ってみてください。 So that's it. Thanks for watching. Bye. 学ばない英会話レッスンって何？ English Partners で検索。